秋アアビールへようこそ、ケイシです。エリフです今日のビールはですねあのローソン限定のビールです。うん、で作っている会社はヘリオス沖縄のヘリオスさんですね。で名前は肉専用ペールエール。そう最近あのそうですね11月の29日から、うん、あの発売されて、で割と最近あのヘリオスさんはあの最初はビールじゃなかったね。 そうまあ沖縄だからねあの青森を想像するんじゃん、うん、でそれ多分最初にあの青森とか梅酒を作ってたわけだけどそのこの缶にも書いてあるのはヘリオスブルーリーっていうことはあの1996年からビールも作り出したヘリオスですね。その 失敗したね結構悪い <laughs>、まあ、ペーレールってことはまあ多分ホップが少し入っててお前も飲んでかなり苦いビールと気付いて、うん、多分ホップがホップが多いかは分かんないけどアイビー的には高いビールだと思う。そうねあとほあの入っているホップ 2種類あるね 2>, 2種類そうまあせめて2種類ね、うん、フレーバーホップ2種類フレーバーホップ2種類も入ってて 1>,、うん、で1つはメロンホップともう1つはなんか発音できなかったやつなんでまあその自分でロスのベリーっぽいな <laughs> ベリーっぽいなやつで自分であの確認してくださいすみません、うん、<laughs> <laughs> それではヘリオスブルーリーの肉専用ペレール乾杯乾杯 そして唐揚げくん <laughs> これはからあげくんのレビューになるからあげくんはレビューいらない,い最高、うん、最高においしいんかねからあげくんレッドを買っちゃったからレッドのはあの辛い方なわけで、うん、これまあ辛いところがなんかビールの音と辛いところがなくなるなんかすっきりするビールの音とだからそれそれは合おうと思う 両方あの多分そのスパイシーな味とそのビールは両方ちょっと相手をサポートするこれを飲んでちょっと肉を食べるとその肉はもうちょっと美味しくなったと思って、うん、でも肉を食べてちょっと辛いからでもビールを飲んでビール飲みたいそのビールは美味しいなと思って。 結構いいと思う、まあ、あ書,書いてあるからかもしれないけど <laughs>、ねもまあ、でもそうで <laughs> でもなんかお肉この唐揚げくんとこのビールを一緒にいただくのが楽しいね、うん、まあ俺の好みはペーレール最初からね <laughs> ペーレール結構好きこれは本物のペーレール、まあ、苦味はね苦味はある味は結構濃い、うん、あこれはすごいおすすめ前も ビールだけ飲んで、で、うん、肉なしそのままでも美味しかったから、うん、まあビールそのまま,そのままおすすめできる、うん、あとお肉と一緒には、ね、さらにおすすめできると思うそうあの。この辛いやつに合うしと焼肉の辛いタレとかにも,あかもそう多分なんか油があればああそれ結構いいと思うもいいでもそのままでも美味しいと思う 今まで飲んだヘリオスさんのビールの中ではこれが一番美味しいと僕は思います、うん、続いた方がいいけどこれは期間限定 これは多分、期間限定だ。ローソンさんがコラボしているビールはね、わかんない。なんか、いつなくなるかはわかんない。だってあのヤッホーブリューイングの僕ビール、君ビールはもう期間限定なはずだったけど、もう今、定番になっているから、うん、すごい成功したら、ねまあ、美味しいし、ね、<laughs> あの、今回もご清聴はどうもでした。あの、これからもよろしくお願いいたします。乾杯。乾杯